時代の流れの中で私たちの暮らす地球は大きな変化を遂げています。大地をつなぐ道、川に架かる橋、そして様々な建築物は未来へと結ぶシンボル。そんな未来への躍進を担っているのが様々な先進の建設機械。そのトップブランドとして世界中の建設現場でその名を轟かせているのが竹内なのです。欧米において竹内が確固たる評価を得ている最大の理由は他に類を見ない独創性。特にミニショベルの分野では圧倒的なシェアを獲得しています。今日も次々と生み出されていく新製品、そんな竹内の斬新な技術力をご覧いただきましょう。世界に数ある建設機械メーカーの中でも竹内が注目を集める理由、それはパイオニアスピリットにあります。ここに挙げたのは竹内が世界の建設現場に反映させてきた最新技術、そのほんの一例です。最新製品に組み込まれているのは技術者たちの飽くなき開拓精神、それが世界をリードし続ける竹内のパワーの源です。技術者たちは幾度となく現場に足を運びます。建設機械の現場環境をつぶさにチェック、さらにユーザーの声に耳を傾け、その声を開発に生かしているのです。年間2000時間。この数字は欧米におけるミニショベルの稼働時間を示し、それは実に日本の2倍に及びます。世界の建設現場ではそんな過酷な環境に耐えうる製品が求められているのです。そういった耐久性の高さを追求したのが竹内の最先端技術。特に油圧ショベルやミニショベルは厳しい環境の中でも高い評価を獲得。これぞまさに竹内ブランドの信頼といえるのです。竹内は海外市場にいち早く目を向け、小型機の性能アップに技術力を結集しました。その結果、品質に対して厳しい目を向ける EU やアメリカにおいて常に高い評価を獲得。現在海外マーケットでの売り上げは実に 94% にも及ぶのです。竹内の名が世に知れ渡ったのは1989年ベルリンの壁崩壊の時でした。あの歴史的出来事に竹内のミニショベルが使われ、竹内の名は世界に配信されたのです。欧米をはじめ世界各国でトップブランドとして認められ、竹内の製品は世界中の建設現場で活躍を続けています。高い評価の裏には高度な技術力と柔軟な対応力があります。竹内の建設機械に貫かれ続けているのは高い耐久性と優れた操作性です。世界的信頼を得ている竹内の製品、その複雑な部品の製造や加工は戸倉工場や本社工場の機械化などで行われています。工場では製作図面に基づいて最新の工作機械で部品を加工、高品質で丈夫な竹内の建設機械を生み出しているのは最先端技術にかける技術者たちの情熱です。
一切の妥協を許さず練り上げられた生産体制、わずかなミスさえ見逃さない徹底した品質管理の中、最新工場で組み上げられていきます。熟練した技術者たちの手によって出来上がる竹内の製品、高度な生産設備の中で技術者たちの並々ならぬ生産者魂が創業当時から変わらず息づいています。竹内の製品はヨーロッパ諸国をはじめアメリカ、オセアニアなど数多くの国に輸出されています。その高い評価の裏付けとなっているのが、欧米のユーザーニーズに的確に応える高度な技術力と品質、そしてネットワーク体制です。1979年にはアメリカ・ジョージア州にアメリカ竹内を設立。以来グローバルな顧客に対応するため世界各国に販売拠点を展開してきました。1996年イギリス・マンチェスターにイギリス竹内を設立、ヨーロッパの販売網を拡充しました。2000年にはパリ郊外にフランス竹内を設立、ヨーロッパ全体へのプロダクトサポートを今まで以上に充実することを可能にしました。2005年初めての海外生産拠点、中国青島に中国竹内を設立、本格的な現地生産現地供給のシステムを構築しました。このように竹内はグローバルな展開をさらに加速させようとしています。そして海外における高いシェアを支えるのが世界各国に広がるディストリビューション網です。竹内の製品は各国のディストリビューターの情報に基づいて生産され、それぞれの国の要望に合わせて送り出されていくのです。世界のユーザーから高い評価を受け続けている裏には、こうしたディストリビューション網が欠かせないのです。早くから世界という大舞台に立ったことで培ってきた竹内ブランドの信頼、機能優先、性能第一といった製品作りの姿勢と不屈のパイオニアスピリットがグローバルスタンダードを導き出したのです。2012年アメリカの建設機械専門誌で最も注目すべき建機の一つとして新製品のトップ50に竹内の製品が選出されました。日本の2倍にあたる稼働時間や厳しい気象状況など過酷な使用条件の中でも活躍できる竹内の製品だからこそ成し得た結果といえるのでしょう。私たちは操作性に優れた竹内の製品を使って冷暖房システムのインフラ整備をはじめ、電気システム、足場や基礎、舗装、縁石など工事のすべてを行っています。丈夫で壊れない優れた竹内の建設機械のおかげで私たちの仕事はこれからも順調に進むに違いありません。信頼性と耐久性、それは過酷な条件の下でも働き続ける竹内の製品に与えられた勲章。その確かな実績から建機のベンツと称され、世界中で称賛されているのです。サポート体制はユーザーへの信頼性を支える重要なファクター。本社工場に隣接したパーツセンターでは補修用のパーツを常に保管しており、その数は実に数万点にも及びます。パーツセンターは部品の要求があれば
いつでもどこにでも迅速にユーザーのもとに部品をお届けします。ユーザーはインターネットを通じて在庫を直接確認することも可能。こうしたアフターサービスの充実も竹内製品の信頼の一つです。竹内製作所が誕生したのは東京オリンピックの前年の1963年。社長の竹内昭夫が自動車部品製造会社から独立し、ここ長野県坂城町で産声を上げました。資本金300万円、わずかな社員でスタートした竹内製作所に一大転機が起こったのは1970年。当時の取引先から受けた無理難題な注文だったと社長の竹内は振り返ります。ある時にその宅地造成屋でね、そこの機械が壊れたっていうようなことで、言ったらたまたまお客さんがね、宅地造成屋にはあの基礎彫りっていうのが必要で、それを鶴橋やスコップでやってるんで、なんとか機械ができないかということで、始めたのが今の抜工なんですよね。そして誕生したのが竹内の名を不動のものにした世界初のミニショベル。ブームスイング機能を備えた全旋回型の2トンクラスのこの製品は高い評価を受け、竹内は建機メーカーとして世界の扉を開けたのです。竹内は世界の建設現場にミニショベルという全く新しい市場を確立しました。1978年には他社に先駆けてミニショベルの輸出を開始。こうして海外市場におけるパイオニアとして世界をリードし続けているのです。1986年竹内はもう一つの看板製品を開発。それがクローラーローダーです。これも海外の建設現場の切実な声から誕生しました。アメリカは粘土質なんですよね、土地が。その当時タイヤ式のやつあったんですけど、だいたい雨降るとね、1週間仕事できないってわけだ。雨上がりの時にね、あっちにもこっちにもほったらかしなんだよね。あれどういうんですかって言ったらね、いや仕事にならないってわけで、雨降っちゃうとなんとかできねえかっていうから、それで帰ってきてそのクローラーローダーっていうものを開発して、タイヤに変えて足回りにクローラー、不整地作業をものともしないクローラーローダーです。竹内が世界で初めて開発したこの製品は建設機械の国際市場に革命を巻き起こしたのです。こうした長年の実績が評価され、2002年にはジャスダック証券取引所に上場、そして2004年には優良銘柄の証ともいえる J ストック銘柄にも選定されました。そして今現場からの声に応えるため、竹内では技術力のすべてを注ぎ新製品の開発に取り組んでいます。それが世界初のリチウムイオンバッテリー式ミニショベル。騒音が少なく排気ガスが出ません。環境に優しく屋内での作業も可能になると世界中から期待を寄せられているのです。竹内のものづくりにおいてユーザーの信頼性を勝ち取ってきたのは何よりも製品の耐久性です。建設の現場は狭い空間や硬い岩盤など過酷な条件にあります。こうした過酷な環境でも竹内の建設機械は圧倒的な強靭さを発揮、オペレーターの期待を裏切ることなく稼働しているのです。
実際の作業現場を想定した試験も全ての面で納得できるまでとことん繰り返されています。日本の2倍というタフな稼働時間に耐え、安全に作業ができるように機械の細部にまで施された細やかな配慮、そういった日々の努力が集結し、竹内を未来へつないでいきます。人のモノマネではいかん、やはり世界初なり、オリジナルでね、自分で考えたものでないと進歩はないんだね。もう寝ても覚めても世の中にないものを作るんだということを絶えず頭に描きながらやっていかないと。竹内を支えてきた3つの言葉、豊かな感性を持ってニーズに応えた商品開発をする創造、夢と若さを持ってより高い目標に向かって果敢に行動する挑戦、和と思いやりの心を持って調和の取れた社会との共生を図る協調。私たちは創造、挑戦、協調の精神で切磋琢磨し、竹内のものづくりを追求します。グローバルな視野と感覚を持ってお客様に信頼される商品とサービスを提供します。一人一人が持つ力を生かし、地球に優しく豊かな社会の実現に貢献します。世界初から世界の竹内へ。